問題はこれ3本にしたもんですね。A がもう問題では3次正方行列になってるけども N 次正方行列で大丈夫ですね。 N 次正方行列で α β γ が K が R の場合実数で C の場合は複素数ですけど、α と β、β と γ、γ とだるいですねこれ本当に。としましょう。違うとします。そしたら AP が α、PQR がそうすると、まあ問題では3次元ベクトルですけど、2次元ベクトルでいいですね。AP が αP、まあ要するにこういう空間に入っているところですけど、AQ が βQ、AR が、γR です。まあ、それぞれ固有値が α、β、γ の、こういう空間に入っているという、この PQR が。それで、で、P プラス Q プラス R が、大変ですけど、ゼロにします。そしたら、P も Q も R もゼロです。これを示します。で、これを、5番の問題と同様に、シャープとしましょう。で、A マイナスガンマかな今度ガンマ IN をシャープにかけましょう。そうするともうだ簡単で AP はアルファ P だからアルファ引くガンマ P プラスそれでなんだっけベータこれ Q にA 引くガンマ IN をかけたら A をかけたらベータ Q でありますね。というわけでベータ引くガンマ倍の Q でこうなりますね。で R にかけたら0ですね。というわけでこうなっちゃいます。それでで、ここで前の問題が使えまして、この条件というのは何かというと、P が VR、まあ、これはカーネルの Aα-iN ですね。まあ、部分空間ですね。足し算とかスカラ倍閉じているわけ。この条件は Q が Vβ ということですね。だからカーネルのA マイナスベータ入るんです。ですから何かというと、これが V アルファですし、これが V ベータですね。ですからこの条件とこの条件をアルファマイナスガンマ P とベータマイナスガンマ Q が満たしてるわけです。いいですね。これ Vα と Vβ がカーネルなんで足し算とかスカラ倍について特にスカラ倍について閉じてません。で、これをこの条件満たしているわけで、足したら0っていうのもここにここにありますね。だから導かれるのは α マイナスガンマ P と β マイナスガンマ Q が0で、でさらにアルファノットガンマ、ベータノットガンマなんで、これ P も Q もゼロです。それでこのシャープに代入すると、P も Q もゼロだから R がゼロね。まあというわけで証明されました。それで、今の6番のコメントですけど、
これ一般化するとどうなるかというと、なんだっけ、A が MNK ですか。で、アルファ1からアルファ L、これな L と N と L の代償関係関係ないですよ。あ、ちなみにこのアルファ1からアルファ L が固有値である必要は全然ないですね。いいですか。あ、もちろんだから固有値でなかったら、アルファ J が固有値でなかったら、何が起こるかというと、単に Vαj っていうのがこれゼロベクトルになってことです。そういうことです。それで、まあ同様にやっていくと Pj が一時書くの大変ですから、 Vαj にしましょうか。まあ要するに A に Pj をかけたら αjpj で、おっとっとって条件、まあ、アルファ i とアルファ j 違うとしましょう。この l 個 i 個となるものだとします。で、そしたら p1 プラス pl が0ならば、p1 イコール全部0だってことです。で、これは失礼します。これ L の機能法で証明できます。まあやりませんけど自分でやってみましょう。まあだから6番で3から2に落としてたような論法を使う。だからこれ単にこれにこの式にさっきシャープにって書いたけど、この式に a マイナス、ゆっくり書くと、これシャープにしましょう、この部分を。a マイナス、アルファ l かの in、これをシャープにかけましょう、シャープの両辺に。で、そしたら、あとは同様です。これヒント。じゃあ6番ここまでにしましょう。